あなたは、どんな人になりたいですかと聞かれたら、どう答えますか何かの理想的な生き方、また理想的な人のモデルがあるということは、そのように生きていこうとするわけです。えー、これ非常に大事なことだと思いますね。 で、今日はそのお話なんでありますが、六章一節に、例の人であるあなた方は、というのは、あのそのことでございます。例の人とは、どんな人か。このガラテア書の、この順番の中では、御霊、聖霊、ということが後半出てきました。前回、五章十六節も、 私は命じる、御霊によって歩きなさい。18節、もしあなた方が御霊に導かれるなら、がありますね。そして、5章の25節、私たちが御霊によって生きるなら、また御霊によって進もうではないか。そして、今日の6章1節の、この霊の人であるあなた方は、 というここに入ってくるわけでございます。もうお分かりのように、この霊の人というのは、今申し上げたように、御霊によって生きる、御霊によって導かれる、御霊に満たされて生きるということを、まあ、信じている。また、えー、大切にしている。そして、そのように、 生きようとしているという生き方でありますね。で、その、えっ、ー、と、生き方が、六章になりまして、非常にこう具体的に書かれているわけでございます。理想的な人というと、どうも、えっ、ー、と、抽象的な、また理念的なことのように感じますが、決してそうではありません。 このガラテアビトへの手紙、この後半、非常に私たちにとりまして、生々しい、ある意味はドロドロベトベトした現実の中で、どう生きていくのかということが問われてくるような、そういう書き方をしておりますね。ですから、いわゆる綺麗事ではない、 そういう中で生きているのが私たちの現実であり、そこに、この、今申し上げた、御霊によって歩く、御霊に導かれるというような、その、生き方をしていく。まあ、していくったって自分でできないわけでございまして、また、ガラテヤ書の手紙では絶えず出てきました、この、立法主義ですね。 自分の本来の力、自分が持っている本来のそういう善行によって、そういうことを、ま、していく。のでは、もう破綻してしまう、間に合わないということなのでありますね。そしてこの、例の人というのは、精霊に満たされる、精霊に導かれるということですから、これは神がしてくださることであります。 神がしてくださる人。そして私たちも神様がしてくださるということを信じて、そしてそのような人にならせていただける、まあ、なりたい。あなたは全然なってないよ。と言われたら、私もそうかもしれませんね。あ、もうやめやめ。そんなの理想論。とは思わないわけです。いや、本当に、 なってないな。なってないから自分でできない神様どうぞ精霊に満たしてください。精霊にこう導く、導かれる生き方をさせてくださいとも、もあるいはこう必死にですね、祈り求めていく。そして御言葉に教えられて、そのように少なくとも生きようとするわけですね。生きようとするわけです。そこにこう、方向、ベクトル、こう、方向があっていくわけですね。 他の方にこう、向かない。というのが、この、例の人。ということなんです。そういう意味で、こう、理想的な人ということを、こう、ある意味ではこう、目当てとして生きているということは、あの、幸せなことだと思いますね。ですから、いろんな人を見て、もちろん、あの、本当にこう、尊敬する人が立派な人とかですね、 またこういろいろ教えられる人っってていっぱいいいいぱんですねいいんです,、ね、いいんです私もたくさんおりますだけど自分にとってはこの例の人精霊に導かれ精霊に満たされ精霊によって生きていくというここが私にとってこう本当にこう理想的な人理想的な生き方なんだそういう中で今申し上げたように えー、この、決して、宗教的な、理念的な、抽象的なことではなくて、生々しい現実の中で、それをパオロは扱っている。そしてその生々しい現実というのが、教会の中にも、それがある意味で影響される。当然ですよね。皆さんもこうやって、まあ、教会という場所に今来ておりますけども、礼拝が終われば、 この場所から出ていくわけですよね。そして、えまあお、おそらくほとんど全員、私もそうかもしれませんけども、やっぱりこう、クリスチャンじゃない方、神様を信じてない方が圧倒的に多い中で生きていくわけですよね。特に日本ではそうだと思います。ですからそういう中でいろんな葛藤や矛盾や、またそこである意味だこう、影響を受けた、また、 誘惑された。そういうことを引きずって、この礼拝の場合に来ている。というのは、偽らない現実でございます。で、その時に私たちは、この、いろんな試練に遭う。試練というと大げさかもしれないけれども、いろんな難しいこと、ややこしいこと、逃げたいこと、 自分ではどうすることもできないことに、ある意味では追い込まれていくわけでございます。そうじゃない人は誰一人いません。私もそうです。で、そのような試練の時に、今申し上げた時に、やっぱり本当の人の進化がこう問われてくる。また、その人がどういう人かということが、そこである意味では見えてくるわけですよね。 いやいや、人様のことじゃなくて自分自身がそうだと思いますね。で、その時のために、ある意味では私たちは、まあ、私よく申し上げますが、まだ余裕のある時、まだ時間のある時、まだ健康な時、まだ余力がある時に、このようにしっかりと、やはり神様の言葉を聞いて、 そして私たちは、釘改めるものを釘改める、切り替えるものを切り替えていくという生き方をしていくということになるわけです。で、その時に、いざとなった時に、ここぞという時に、やっぱりそれが生きていく、生きていくったって自分でするんじゃなくて、本当に精霊に導かれて、精霊の助けをいただいて、 祈りながら、そのような難しい、今申し上げた困難な時に生きていくということになるわけです。クリスチャン生活というのは何かがんじがらめに、そして宗教的ないろんな規則に縛られて生きていくのではなくて、逆だ。むしろ、キリストを信じて、 圧倒的な、まあ、自由の中に生きているということですよね。自由ですから、何でもできる。ですね。そうですね。圧倒的な自由の中に生きている。で、その自由ですから、私たちは、ある意味ではこう誘惑を受けていく。で、自由ですから、前回の、ま、あの、箇所の中で、この肉の働き。 ですよね。えー、それがこう、ある意味はやろうと思ったら簡単にできるということなんですね。なぜ自由だからです。私たちは立法で縛られていないから、やろうと思ったら何でもできる。じゃあ、何でもできるときにどう生きていくのかというと、その肉の働き、また肉の欲を満たすことではなくて、えー、この、 見たまに導かれて生きていく。そして、そのことを、こう、はっきりしていくということですね。曖昧にしない。神様はそうしてくださるわけですから、私自身もそのことをはっきりと信じていくという生き方が、24節の、このキリストイエスに属するものは、自分の肉をその情と欲とともに十字架につけてしまったのであるという、この明確な一線 があるわけですねこの一線を神様は越えさせてくださるわけですから私たちも信仰を持ってあるいは自覚的に意識してこのキリストともに死ぬということを信じるわけですね神がそのようにしてくださり自分もその立ち位置に立っているということを信じるこの明快な これは非常に大事なことですねそして一線を越えて、えー、そしてじゃあ具体的にねじゃあどう生きていくんですかっていった時に今日の話になるわけですで見たま,まに満たされるっていうのは今申し上げたようになんか宗教的な抽象的なねなんか理念いいこと言ってるああ確かにそれもそうですよねではなくて 本当に生々しい現実の中で、それも自分自身がこの試練を受けていく危機的な時、また誘惑される時にどう生きていくかということが精霊に満たされる霊の人ということになるわけです。えっと、違う言い方をすれば自分の中にブレーキとアクセルがあるということなんですね。 ブレーキというのは今、えっと、肉の欲ですね。そういう時にブレーキがかかる。アクセルっていうのは何かというと、神様の方向性にこう、向かっていくというアクセル。ですから自分の中にブレーキとアクセルがある。じゃあその時に、自分がこう、勝手にですね、そのブレーキとアクセルを勝手に踏むのではなくて、精霊がそうしてくださる。 キリストがうちに生きて働いてくださるということで、えー、そのことをしてくださる、えー。どういうことなのかな、えー、皆さんの中で運転免許を持っている方が多いと思いますね。もう何十年前って方もいると思いますが、私もだいぶ前ですけども、大体はですね、あのえっと、自動車学校に通ったと思いますね。その時に、 隣に、その、指導教官が乗っていますよね。で、指導教官にも、あの、ブレーキがあるわけですね。私の時も、まあ、指導教官、言いましてですね。え、そして、ブレーキとアクセルの、こう、踏み方ですね。直線はもう、アクセルをもう踏まないとね、ダメですよ。ブレーキは踏む。そして、特にブレーキの方ですね。あの、路上、路上運転すると、ブレーキを踏まれる。 小岩さんは危ないですよこ。これだったら事故になりますよってぐっとブレーキ踏んでくれた。ね、まあ、あるいは叱られた。あとはまあ、ハンドルもそうですよね。ちょっとこう、ハンドルちゃんと切らないと、横からこうやってね、こう切ってくれる。これがある意味では、精霊なんでありますね。本当に近くいてくださって、そして、ある意味では本当にこう、間違いのない運転するようにチェックしてくださる。確かに自分も意思を持ってね、 生きてるわけです。決して神様のロボットじゃないですから、信仰生活なんかガチガチになってロボットのようにね、なんか神様の言われたことをなんかもうね、ロボットのようにしてるわけじゃないですよね。今申し上げたように自由ですから。だけどその時に好き勝手にアクセルとブレーキを踏むと本当に暴走してしまうわけで、やっぱり最初はやっぱり、このね、えー、っと、教習所で、そしてこう、運転していく、を習う。 そしてそういう中でこう運転を覚えていく。そしてじゃあもう指導員はもういらないんですけどね、普通の免許は。でもやっぱり自分の中にいつもそういうこう精霊の導きがある。で、そのことがもう今申し上げた非常に具体的なことの中にっていうのが二つ出てくるわけです。一つは人様に対して精霊による善意。 ですね。もっと違う言い方をすると、この人様にこう忠告をするという場面で出てくる。で、もう一つは、今日のタイトルになっています、精霊による自己吟味という、これは精霊によってってことですね。じゃあ、どうしてかというと、今日の話でありますね。えー、っと、兄弟たちを、六、六所一節。もしも、ある人が在家に陥っていることが分かって ならあなたはどううしますかということなんですこの在価というのは、えっと、間違いという意味です。ですから、この在価を犯してる人は、ある意味ですね、本当は俺は悪いことやってやるぞ。ね。でほそうやって、悪いことやってんじゃなくて、まあ、間違って、また、その人もまあ、なんかこう、まあ、誘惑に負けて、 勘違いしながら、まあ、やってるという、そういうことなんですね。で、その時に、じゃあ、どうするのか、ということなんです。で、具体的に何を指しているかというとですね、このガラテヤ氏の手紙の中では、なんと、先輩のペテロ、ケパが、間違いを犯してしまった。えなんか、強盗したの 殺人したのいや、そうじゃないですよね。えっと、2章の、えっと、この11から 14, 14節ですね。ガラテア書のですね、中にも出てきました。ユダヤ立法主義の人たちに負けて、そして、偽善に走ってしまった。その人たちの顔色を見て、そして、この活例を受けるということに、 流されててしままっったとということを言ってますね二章の十三節を見ますとそして他のユダヤ人たちも彼と共に偽善の行為をしバルナバまでがそのような偽善に引きずり込まれた彼ら,の福音彼らが福音の真理に従ってまっすぐ歩いていないのを見て私は囚人の面前でケばに行った。 あなたはユダヤ人であるのに、自分自身はユダヤ人のように生活しないで、違法人のように生活しながら、どうして違法人にユダヤ人のようになることを強いるのか。偽善ですよね。本当はそうしてはいけないことをわかりながら、まあ、ある意味では、ちょっとユダヤ立法主義の人たちの顔色を恐れて、何か言われるということを恐れて、そして妥協してしまったということですね。まさに、 分かっていながら偽善に走ってしまったこの行為を見て、じゃあどうするのかということなんです。その時にその霊の人であるあなた方はっていう言い方してますよね。じゃあその時にどういうふうに判断するのかっていうと、やっぱ神様によって聖霊によってどう解決していくかということだということなんですね。 いや、そんな宗教的なことはようわかりません。とおっしゃる方もいると思います。でも皆さん、この宗教的なことはちょっと大事なことなんですけども、でも偽善、つまり、ややこしい話ですよね。難しい話ですよね。そして先輩後輩の関係ですよね。めんどくさいですよね。家中の栗を拾うというようなことになりますよね。 避けたいですよね。そういうことなんです。ある意味では、ちょっと、見て見ぬふりですね。あと、まあ、外側に立って、ね、えっ、ー、と、評論家のようなね、理想論をとうとうと述べてもいいわけです。そういう中で、じゃあ、どうしていくのかっていうことなんですね。 皆さんどうしますかもしある人が在家に陥っていることが分かったなら、信仰的に言うならば、そのまま住んじゃうと、今はいいけど、キリストから離れてしまう。教会にも来なくなる。キリストこんなもん私には関係ありませんよってなってしまう。今はそうなってないかもしれない。 だけどその方向性はもうね、見えているときに、ということなんです。まあ社会的にもあるでしょう。あるいは難しいですよね。難しいですよね。そのときに、この霊の人定で,ではあなた方は、じゃあどうするのっていうと、柔和な心を持ってその人を正しなさい。この柔和な心って、 で、どこから来るのと言うと、二章の、ごめんなさい、五章の二十二節に、御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、乳は、自性であって、で、こういうの出てきましたよね。え、二十三節、五章、二十三節、乳は。ここから来るわけです。つまり、聖霊の実である乳は、 イエス・キリストを信じ、また精霊に満たされたことによって、まあ、ニューア。で、ニューアっていうのは今、あの、ペテロが、ケパが間違った方向に行った時に、パオロは、ある意味ではみんなの前で囚、囚え囚人の面前でケパに行ったって,ってあれはすごい厳しいこと言ったわけですよね。ですから、 なんかこうねや、人、人当たりのよく柔らかく、まあもちろんそれは大事ですよね。できるだけそういう感情的じゃなくて、非常にこうわかりやすくてのあると思います。でも、ここではっきりとそのことを、みんなの前である意味では指摘していることを言っているわけです。柔和な心。精霊の身。そして、精霊の身ということは、 その人の入話さから出てくる、つまり、その人の生き方、その人の人格につながっているということなんです。あんたに言われたくないよ。ありますよね。ということは、あんたに言われたくないっていうことは、その言う人の人格、品性、生き方に、なんかこうね、 信頼できないからですよね。だから、同じ内容でもあんたに言われたくないよ。じゃあ私たちは、誰に言われたら、ある意味では自分の一番、こう、ね、痛いところ、また、偽善な行為を認めるか。簡単ですよね。イエス様ですよね。イエス様に言われたら、そうですか なると思います。どうしてイエス様という方の人格品性ですよね。そしてイエス様がしてくださった生涯からイエス様が私に罪を指摘されるんだったら本当にそうだと聞くわけです。他の人だとカチンとくる。精霊のみということはそういうことなんですね。もちろんイエス様じゃなくてもやはりそういう信頼できる人から言われた。 私も牧師になってから、公の場で厳しく指摘されたことがありました。前も少し話しましたが、遅刻の話なんですね。ちょっと、まあ、うん、そんなみんなの前で言わなくてもっていう思いもちらっとありました。でも本当に言ってくださったことによって、ある意味は私のちょっと人生変わったんですね。 その先生、私本当心から尊敬してたんですね。やっぱその方の生き方人格からやはりこう、教えられるところがあったので、やっぱその先生の、ちょっと厳しかったですよね。きつかったですよね。<laughs> みんなの前で。人間的に言うならば、恥を書いたわけですよね。 ですから私も根に持ってね先生そんな本当にね私に恥をかかせて言うんだったらこそこそ陰でねこうやって小岩君ちょっとおいでって言ったらいいのに今になると私は本当にそれで目が覚めた面があるわけですねやっぱり神様が働いてくださった精霊が働いてくださったのでそれを心から受けることができた。 そして、えっ、ー、と、ニューアな心を持って、正しなさい、正しなさい。正しい方向に進むように励まし、その人を生かす。これも本当に精霊じゃないとできないですよね。正しい方向に進むように励まして、その人を生かしていく。じゃあ、これは誰かできるのか。いや、そもそも自分自身が間違った方向から正しい方向に変わっていって それも悔い改めて、ある意味では痛い経験を持って、私は間違っていたけれども、正しい方向に変えられましたっていうところからしかできないんじゃないかなと思うんですね。いや、そもそも私は間違ってませんよ、正しいですよって言った時に、何言ってんの、あんただってってですね。<laughs> ひねくるものの私はすぐ思うわけです。 いやそんなこともう私にはできない私のできることは本当に間違った生き方をしていた正しくなかった罪人の頭だったでもイエス・キリストを信じて正しい方向に変えていただ,かい,ただいただいただけまさに戒心ですよねパウロ自身がそうだったわけですよね そういう中である意味ではこのもし誰かが間違った時間違ったことに陥っていることが分かった時に例の人であるあなたつまり精霊に満たされているあなたはこのようにその人に接することができるのですよねとパウロは言っているということなんですね。 現実きれいにこういうような展開になるかどうかわかりません。悩むでしょう。苦しむでしょう。あとは避けたいなと思うでしょう。私もそうですね。だけど、このように人に接することができるんだ。精霊はそのように私をね、そのようにこう、人,人に対して、 そのように、こう、接するように、こう、私をこう、励ましてくださっている。また、導いてくださっている。そして、そのこと、本当にですね、必死に祈るということですね。自分ではできないから、神様、どうぞ、そのような人にしてください。そうじゃないと、ぐちゃぐちゃ、めちゃくちゃ、もう、本当にね、良かれと思ってやったって、もう、とんでもないことになっちゃいますよ、神様。 あ本当によかったな。こんなドロドロベトベト、もうどうしていいかわからないときに、このように人に接することができる。見て見ぬふりをしてそっぽを向くわけでもない。高みの見物でとうとうと理想論を述べるのでもない。また、その罪に巻き込まれて、同じようになんか、 やってしまうのでもない。なんか変に人間的にね、なんか同情心で、なんかこうね、なんか変なこう依存関係になるのでもない。例の人であるあなた方は、柔和な心を持ってその人を正しなさい。それで次。自分なんですね。精霊による自己吟味。 ということであります。こっちの方が分量がはるかに多いですよね。読んでわかるように。圧倒的にこっちの方が多いんです。ですから説教をも,もっとこの時間を使ったりかもしれませんが、でもまあ長くならないようにしますが、人に忠告しているときにも、自分自身がどうか、そうですよね。例の人であるあなた方はニューな心を持ってその人を正しなさい。ああ ね。あの人に忠告できた。あの人も少し分かってくれた。あ,あよかったよかった。俺もいいこと言うのね。言うよね。なんかちょっとこうね、いい気分になりますよね。はっきり言いまして人を助けるっていうのはちょっといい気分になるんですね。あの、悪いことではありません。それと同時に、ここですよね。それと同時に、ここ重要ですよね。そういうことをしているときにも、それと同時に、 もしか自分自身も誘惑に陥ることはありはないかと反省しなさい。自己吟味ができる。私は精霊に満たされるということで、本当によかったな、素晴らしいな。そうじゃないと私はもう精霊に満たされないと生きていけないって思ったのがこの自生なんですね。セルフコントロール。 自分で自分をコントロールする一番できない今でもちょっと暴走しか,しかねないですよねそれ人によって違うんですよね怒りっぽい人もいるしそうじゃない人もいる人いろいろありますね私は私なりの弱さを持ってるわけです自分をコントロールできないで,できないので開き直らないでねまあ所詮しょうがないよ私はこういう性格なんだからじゃなくて本当に精霊に満たしていただき で、この時もそうですね。もし自分自身も誘惑に陥ることはありはしないかなんです。誘惑は罪ではないのではありますね。イエス様も、あの、荒野において誘惑を受けになりましたよね。そして私たちもこの誘惑を受けるという生々しい、ドロドロベトベトした現実があるわけです。天国に行かない限りは、 この誘惑の罠、誘惑に合わないってことはないんですよね。イエス様もそうでしたよね。で、イエス様はそこで罪を犯したかというと、そうではありません。いろんな誘惑はある。ありはしないか。そして、誘惑に、えー、も巻き込まれてしまう。誘惑に入ってしまう。前回もあの、の一編で申し上げましたよね。えー 歩いている。ちょっと方向が違っちゃった。ね。止まっちゃった。そこに座り込んじゃった。もう座り込んじゃうとダメですよね。ですから、歩いているときに変な方向に行かないようにこう軌道修正する。それが精霊の働き。なんですね。ある意味ではこの感性。 あまり神経質でも良くないかもしれませんけどね。神経質でも良くないかもしれませんが。でもこの精霊による感性っていうのは現代クリスチャンの中で非常に大事なんです。このことをもっともっとですね、私たちは大切にしなきゃいけない。そうじゃないと、本当にここであるようにね。いろんな誘惑、そしてこのガラティア書の中にあるこの肉の働きですよね。ばーっとある意味ではもう囲まれ、また、 自分自身の中からもムクムクと起きてくる。少なくとも危険性はある。そういう中で自己反省ができる。ちゃんと書いてますよね。すごいですよね。精霊の働きって。そして3節もし、 ある人が事実そうでないのに自分が何か偉いものであるかのように思っているとすれば、その人は自分を欺いているのである。一人一人、自分の行いを検討してみるがよい。そうすれば自分だけは誇ることができても、他の人には誇れなくなるであろう。人はそれぞれ自分自身の重荷を負うべきである。何言ってるかわかりますよね。 えっと、自分が何か偉,偉いもののようにっていうものは、自分を欺いているということと、自分に嘘ついているということと、あと、自分だけは誇れても、他の人には誇れなくなるだろう。やっぱり、自分を見失っている状態ということなんですよね。じゃあ、このことを、立法主義で解決できるか ガラテア賞というのは、背景に、やっぱり立法主義に行かないということが非常に大事な背景としてあるんですね。ここもそうなんです。じゃあ、このような自分を見失ってしまう自分が偉ららそうにというか、偉いと思っている、自分を欺いているということを立法主義で止められるか、あの、イエス様が、 おっしゃったお話ですよね。自分を偽人だと自認して他人を見下げている人たちに言ったお言葉。宮に二人の人が行った。現代では教会に二人の人が来た。神を礼拝するために、一人はパリサイ人一人は主税人。礼拝の場に来てるわけです。そして、パリサイ人は立って一人でこう祈ったって、心の内でこう思ったんですね。祈ったわけです。神を 私は他の人のような貪欲なもの、不正なもの、関与するものではなく、また、このような人間で、このようこの主税人のような人間でないことを感謝しますと、神様に心の中で祈ったんですね。ある意味は神を礼拝してますよね。神を知ってますよね。で、その神に対して、一人で礼拝の場所で、神殿で、お祈りしたお祈りの言葉をイエス様がそこで言ったわけです。この主税人のような人間でない、この悪いね、 このの罪人のようじゃない私だから人との比較なんですね。立法主義っていうのは必ず間違いなく人との比較に入るわけです。神様あいつよりはマシですよ。ですね。絶対そうなってしまう。やんなことはありませんじゃない。イエス様がおっしゃるわけですから、本当にそうだな。 そして宗教的なことだけではなくて、私たちの現地の生活の中でも、順調、順調な時には優越感。逆境な時には劣等感。ですよね。で、信仰もなんかそんな感じになっちゃうわけです。ちょっと順調な時には、なんか優越感的なね、信仰。ちょっと逆境な時になったら劣等感というか、ああ、もうダメだっていうふうになっちゃうんですね。 これの上がり、下がりになってしまう。で、そこの優越感、劣等感も、やっぱり人との比較なんですよね。それも、信仰的に比較するときもありますよね。社会的に比較するときもあるああの人いいな、お金儲けて、うちはちょっととか、いや、ちょっとあの人元気でピンピンでいいな、私はちょっとね、いろいろ、体ちょっといろいろ大変でとか、こうですよね。 精霊の身というのは、自生、そして忠実であります。自分に対しては、忠実、乳和、自生。さっき乳和が出てきましたよね、忠実。忠実っていうのは、自分を正直に、真実に見るという意味です。これなかなかできないですね。自分を真実に正直に見ていく。それはやっぱり何かの鏡がないと見えないですよね。 まあね、非常にこう、ね、ハンサムな方美人な方は自分の、ね、顔を見てああって思いますけど私見たらもう見えた目ですよね部分しか見てませんよね <laughs> あちょっと髪の毛立ってるとかですねでもやっぱりねちゃんと見なきゃいけないじゃあその鏡って何かっていうとやっぱり聖書神の前に立つ自分で自己反省自己吟味じゃないですねこの精霊による自己吟味ですからまさに鏡のようにね 神様の前に立つ。そして神様に示されたことに真実、忠実、正直になる。いろいろ私たちは慌ただしい、バタバタしています。詩篇の46編には、静まって私こそ神であることを知れ。あ、ちょっと心静めよう。大事です。静まって私こそ神であることを知れというのは、その静まるというのは、あなたの 行動、あなたの行いをやめようという意味なんですね。つまり、自分自身の考え方、自分自身の計画、自分のやり方、自分が良かれと思っていることを、ちょっと脇に置いて、ね。またま持ってくるのもいいんですけどね。持ってきてもいいんですけど、とりあえず脇に置いて、神様、私って何でしょうか。 神様、あなたが私に言いたいことは、おっしゃりたいことは何でしょうかって脇に置かないと、いつまでたっても、私はこうで、ああで、こうでってもね、神様に対してですよ。人に対しては多少言い訳してもいいんですとう、私は思ってるんですが、私も言い訳してますけど、やっぱり神様に対して言い訳せずに、ちょっと脇に置いて、静まって私こそ神であることを知れ。やっぱりそうやってこう、 神の前に静まって神様の声を聞く。ね。そういう中で精霊に満たされたというのは、それは、立法に生きない。私はキリストともに十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられるのである。自分ではなくて、イエス様が私のうちに生きてくださっているということの信仰ですよね。を持つ。 そして私たちは精霊によって「阿波父よ」「テア書四章の六節」ですね私たちの心の内から「父よ天皇とお父様」どんな時にも心から心の奥底から天皇とお父様阿波父よと祈ることができるこれが精霊ですよねそして神の子であることの揺るがない平安を 持つことが。できるわけでございます。最後これで終わりますが、えー、っと。第二コリントのですね。えー、っと最後の章をちょっと。えー、っと二百九十二ページ。二百九十二ページの。コリント第二の手紙の十三章の五節。 ある正解に来まして非常に私はこの見言葉で恵まれたんですね。まあそのこともあって紹介したいと思ってますけども。えっと、第二コリントの十三章の五節。あなた方は果たして信仰があるかどうか自分を反省し吟味するが良い。それともイエス・キリストがあなた方のうちにおられることを悟らないのか。 もし悟らなければ、あなた方は偽物として見捨てられる。しかし、私は自分たちが見捨てられたものでないことを知ってもらいたい。とありますね、ここです。ここも自分自身を吟味する。イエス・キリストが、うちにいてくださる、悟らないのか。神様はそうしてくださる。そうじゃなかったら偽物だよ。私たちは、悪の方に、ね。 えちょっとかっこつけてニヒリズムになって、えーねえー、私ってそんな綺麗なもんじゃないですよ。当たり前ですよね。本当に偽善者であり、そういうふうにできないものであります。かっこつけてね、いや、所詮人間はなんて言っててもしょうがないですよね。神様はそのように、ね、私たちが自己吟味するときに、このような罪人にもかかわらず、イエス・キリストが血を流し愛してくださり、 そして、うちに住んでくださるわけです。本当に恐れ多い、もったいない。そのことをですね、本当にですね、ありがたいとして感謝して信じている信仰ですよね。そのことを悟らないのか。なぜそのことを悟らないんですかなぜそのことを信じないんですか他に何を信じるんですかあなたは、例の人。 精霊の人に神様はしてくださる。私はそのことを信じている。もう信じるしかないですよね。もう信じさせていただいている。そしてその霊の人っていうのは、このような、ややこしい、難しい、避けたい、うんざりするような、そんな時、人に対して。それ自分もそうですよね。なかなか私たちは自己吟味。自分自身を本当に冷静にね、謙虚に見つめられないですよね。 精霊によってそのことができる。感謝ですね。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神、私たちは肉の欲望に生きるのではなくて、霊の人にしてくださることを信じます。精霊によらなければ、特に人の過ちや罪に対して正しく対応できません。誘惑に負けるか、巻き込まれるか。 上から見下ろして、本当に裁くかしかございません。いや、それよりも何よりも、精霊によらなければ自己吟味ができません。誘惑に勝てません。簡単に傲慢になります。お手上げです。神様あなたが私たちを本当にキリストによって罪を許し、義としてくださり、精霊に満たしてくださり、霊の人としてくださることを今日信じて、そして私たちは今、 そのことを受け入れ、信じます。どうぞ私たちを例の人にしてください。あなたがそのことをしてくださるとただ信じます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。